今ですね離れたところにいる人がこのカメラの画像を見ながらカーテンを開ける作業を行っているところです。HE ソーラーは非常に複雑な構成をしていますが、その操縦をですね簡単にするための仕組みがこの操縦システムには入っております。例えばですねカーテンを開けるといった動作を各ステップに細かいステップにあらかじめ分けておきまして、例えばこのステップでは腕を自動でカーテンを開けやすい姿勢に持っていってくれるであるとか、カメラの視点を切り替えてくれるというようなことをあらかじめ操縦システムの中に組み入れておりますので、非常に簡単にカーテンを開けることができます。はい、カーテンが開きました。このようにですね、操縦機能を使うことで自立ではまだまだ難しい機能などもですね、HSR に行わせることができまして、支援の幅が広がるのではないかというふうに考えております。以上が3つの HSR の基本機能でございます。